全国学力テストは小学6年生と中学3年生を対象に学習状況の改善などに役立てるため文部科学省が2007年から実施しています今年は国公立のすべての学校と私立の半数近くの学校が参加しておよそ208万5000人がテストを受け科目では国語と算数・数学に加えて4年ぶりに理科が実施されました,また 生活習慣や新型コロナウイルスの影響を調べる調査では、一部の学校でオンラインによる回答が取り入れられています。結果は7月下旬に公表される予定です。